こんにちは、シーバードです。今回はこの Zoom MS50G でオールマイティに使える歪みのセッティングをご紹介させていただきます。私シーバードはですね、頻度高くこの MS50G を使っているんですけれども、家でもスタジオでも、そしていろんなジャンルで使える歪み、そのプリセットをですね、1個作っております。非常に簡単な設定なので、ぜひ皆さんにもですね、共有させていただきたいなというところで今回の動画を撮っております。今回使用するギターはエピフォンのレスポール、そしてアンプはボックスのパスファインダー10ですね。一度はご覧になったことあると思うんですけれども、5,000〜6,000円で購入できるボックスのアンプになります。結構ね、使ってる人が多いというところで、今回これを初めて使用してみます。アンプの設定はこんな感じです。オーバードライブとクリーンのチャンネルがあるんですが、クリーンにしております。そしてトレブル若干下げてベースを上げてると。フラットにしておくとですね、ちょっとトレブルがきつかったのと、あとベースが足りない、まあ、そういう風に感じたので、トレブル下げ目でベース上げ目にしております。この MS50G とボックスのアンプ、そしてエピフォンのレスポールということで、かなりリーズナブルな3点で音出しやっていきたいと思います。エフェクトオフだとこんな感じ。アンプがクリーンチャンネルなので全然歪んでないですね。ゲインは真ん中にしていますが、全然歪みの要素はない感じです。まず今回使用するですね、エフェクトをご覧いただきましょうか。一番最初にノイズリダクション、そしてそのお隣はオーバードライブ OD-1 のモデリングですね。そしてメインになるのが MS1959 マーシャルの1959のモデリングで、一番最後にスプリングリバーブを置いております。ではまずこのアンプですね、アンプのみで音を鳴らしてみます。いかがでしょうか。レスポールという風な感じの音ですね。いい歪みだと思いませんか。これ中身を見てですね、びっくりします。実は全てフラット状態、12時状態にしてあります。アウトはですね、今回ラインにしております。なんとなんと、何もいじってない状態でこんな感じの音が出ると。ですね、これからですね、もうちょっと自分の色を出したいという場合は、いじるつまみはミッドのみ、これだけでですね、かなり音色変わってきます。例えばミッドを上げ目にすると、さらに中音域が強調されて、削るとドンシャリ気味になります。というふうな感じで、好みの音色を選ぶにはミッドをいじるだけで大丈夫というふうな、非常に使い勝手のいいアンプモデリングがこの MS1959 なんです。すごいですよね。で、このボックスのアンプにリバーブがついていないので、ここでスプリングを足すとまたいい感じの音になります。うん、なんか大きいアンプで鳴らしてるかのような感じになりますね。そしてオーバードライブ、もっと歪ませたいという方にこれおすすめです。
いい音ですよね。これフロントにして単音でのサスティンも一気に増します。ちなみにですね、このオーバードライブも全てフラットにしております。アンプも全てフラット、そしてオーバードライブもフラット状態という感じでですね、非常にシンプルなんですけれども、オールマイティに使用できる歪み、いろいろいじりすぎずにですね、ミッドを最大活用しながら、いろんな現場やいろんなジャンルで使用してみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。